皆さんこんにちは。ハイスポーツ社シューズ担当の大谷でございます。そしてこちらにいらっしゃる綺麗な方が、キムスルギプロ、本日の撮影にご協力いただきました。はい、皆さんこんにちは。 JPBA52 期生相模原パーク練習属キムスルギです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、こちら、今年の夏発売予定の、TPU1380 シューズ、こちらの方をご案内したいと思います。今回はですね、上物がニット素材でできております。従来の合成皮革や、革製品ではなくニット素材でできております。そして、商品名にもあります TPU とはですね、こちらの部分の素材なんですけども、この動画をご視聴のお客様の中にもですね、スマホのカバーなんかで使ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、サーモプラスチックウレタンの略で TPU と言います。こちらの方の素材ですね、非常に耐久性が高くですね、こんなに折り曲げてもシワが寄ったりちぎれたりしない、そういう素材になっております。で、今日実際こちらの方、この撮影の前にですね、スルギプロに履いていただいたんですけども、はいはいはい、履いてみた感想はいかがでしたか？はい、私普段のコアドローを履いてるんですが、TPU1380 は、今日初めて履いて同級して、軽くて柔らかくて、すぐ慣れました。すごい良かったです。良かったです。こちらの方ね、まあ、今説明したようにニット素材を使ってるんで、まあ、従来のものよりも軽くなってますね。そうですね、はい、ちなみに値段はおいくらですか？はい、こちらの方ですね、お値段は 13,800 円、税別になっております。お、安いですね。なんかコアドローの半分ぐらいですね。そうですね、はい、コアドロー1足買う値段で2足を買う、そういうお客さんいらっしゃるとね、非常にね、ありがたいんですけども、デザイン的にも普通のスニーカーみたいにすごくおしゃれ感があって可愛いんですよね。やっぱ女性はオレンジの色がすごくおすすめなんですけれども、ブラックの方もすごく男性の方におすすめです、そう、こちらのグレーの方はですね、差し色でこうオレンジが入ってて、ね、紐もオレンジの、水玉模様っていうことで、で、男性の方向け、別に男性黒じゃなきゃいけないってことはないんですけども、もう一色これとは別に、黒い、TPU シューズもございます。で、付属品の方はですね、こちらの青いキックラバー、こちらの方ね、今スルギプロが普段履いてらっしゃるコアドロにもついてます、赤いキックラバーの55度、と同じ、素材で、色違いの青のキックラバー55度というのがついています。それと、まあ、コアドロに限らず弊社のシューズに、みんなついている、スライドパーツと同じ、SAW のシリーズ、それと MA のプリーツパーツのシリーズですね、こちらの方が、付属品としてついております。で、それとプリーツパーツ外し用の器具としてですね、まあ、こういうふうに、引っ掛けて外していただくプリーツパーツ外し器具と、山形ヒールということでヒールパーツですね、こちらの白いヒールパーツ、若干柔らかいヒールパーツと、若干硬めのヒールパーツ、こちらの2種類が付属品としてついております。サイズは？サイズはですね、22.5cm から 28cm までのサイズ展開となっています。そうですね、なんか大谷さん顔がだいぶ硬いんです。硬い、なんかハイスポーツのシリーズって全部柔らかいんじゃないですか？そうですね、なんかちょっと大谷さんの顔にも TPU の素材をかけた方が次回だいぶ硬いなと思う、よく言われます。よくやりますか？はい、次回の撮影の時までは、はい、顔の方 TPU できるように、はい、楽しみ頑張りたいと思います。今日ね、撮影にご協力いただきまして、最後にこう何かね、皆さんに伝えておきたいようなことっていうのは、あれば、最近ちょっとコロナの影響で、そうですね、なかなか試合では、この、TPU1380308 を履く機会がないんですけれども、1380ですね。私もちょっと硬くなってしまいました。あらら、はい、
すいません、はい、でも、はい、プロチャレンジの時に、はい、このシューズを履いて投球しますので、何か質問があったら聞いてください。はい、はい、ぜひね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スルギプロがいらっしゃらないセンターさんでもですね、はい、一応夏の方、8月ぐらいですかね、はい、から順次全国のプロショップさんの方でこちらのシューズ、はい、店頭に並べさせていただきますんで、うん、ぜひお手に取って見ていただいてですね、はい、ご購入につながればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は長い撮影、はい、非常にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。